最近うちにいる時間が長くなったので読書をしようと思って本をたくさん買いました。じゃーん、だだーん、こんなに買いました。でも本を読み始めますが途中で飽きてしまいます。また新しい本を読み始めますが途中で飽きてしまいます。見てください、この本全部途中まで読みましたが最後まで読んでいません。読み終わっていません。この本は全部読みかけです。読みかけです。今日は JLPT-N3 の文型かけるについて教えます。かけるは何かを途中までしますが最後までしません。ブラブラしている途中ですという意味です。つまり私は本を途中まで読みましたが最後まで読んでいません。読んでいる途中です。この本は読みかけです。この本は読みかけです。もしくはこれは読みかけの本です。これは読みかけの本ですということができます。もう一つ例文を出します。昨日晩ご飯を作っているとき友達から電話がかかってきました。そのまま友達と1時間も電話してしまいました。晩ご飯はまだ作っている途中でした。作り終わっていませんでした。昨日晩ご飯を作りかけて友達と1時間も電話してしまいました。昨日晩ご飯を作りかけて友達と1時間も電話してしまいました。フォームはMust フォームを meet、must、at、かける、読みかける、作りかける。ナウンとコンバインするときは、omit、do、at、の、プラス、ナウン。読みかけの本、作りかけの晩ご飯となります。大丈夫かな？皆さん、今日も見てくれてありがとうございます。ことではオンラインレッスンに力を入れています。Zoom やSkypeを使って世界中どこにいてもことのオンラインレッスンを受けることができます。だから興味がある方はぜひことに電話してください。もちろんメールでも大丈夫です。じゃあまたお会いしましょう。またね。Thanks for watching. Please remember to subscribe and turn on notifications.